マイナス10キロ、綺麗に痩せる、腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。あなたはご存知ですか？1日1杯飲むだけで痩せる美味しいお茶があるんです。私も今ハマっているんですよ。ということで、今回のテーマはこちらです。1日1杯飲むだけで痩せるお茶、詳しくお話しますね。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのお茶で痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、ダイエットにおすすめのお茶、詳しくお話しますね。では、1つ目の項目です。なぜこのお茶を飲むと痩せることができるのか、もうそのポイントはもうこれ。あなたの腸内環境が整うからなんですね。通常私たちは呼吸をしたりね、食事をとったりすると一緒に余計なもの、体にとって害となる有害物質をやっぱり取り込んでしまっているんですね。ただし体も賢い、そういったものが入るとちゃんと肝臓などの臓器が解毒してくれて、そういった余計なものを出してくれるんですが、もしもあなたの腸内環境は整っていなくて動きが悪いとなると、どんどん本来だったら出せるべきはずの有害物質をなかなか外に出すことができなくなっていくんですね。ここがなかなか痩せることができないという方の共通点なんです。逆にあなたの腸内環境を整えてあげれば血行も良くなる、冷えや便秘解消にもなって、余計な体のゴミ老廃物をしっかりと出すことができると、代謝も上がって血行も良くなり、どんどん痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。その素晴らしい効果を後押ししてくれるのがこの後ご紹介するお茶なんですね。では2つ目の項目です。1日1杯飲むだけで痩せるお茶のダイエット効果、そして飲み方注意点、この順番でお伝えします。ではこのお茶のダイエット効果、1つ目はこちら、デトックス効果がものすごく高いなんですね。このお茶に含まれる葉緑素といわれるクロロフィルの働きで、小腸の絨毛にこうガッとねくっついてしまった有害物質をなんとこう絡め取ってね、あなたの体の外へ出してくれる、この効果が高いんですね。ダイエット効果2つ目はこちら、便秘解消効果が抜群ってことですね。なぜかこのお茶にはあなたのお腹をデトックス、大掃除してくれる食物繊維がたっぷり含まれているからなんです。ではダイエット効果3つ目はこちら、抗酸化作用が高いになります。このお茶には抗酸化作用に優れたポリフェノールやクロロフィルがたくさん含まれています。これらの抗酸化作用が活性化されると、ではダイエット効果3つ目はこちら、抗酸化作用が高いからなんです。体内の活性酸素を除去する働きの強いポリフェノールやクロロフィルが入っているこのお茶を飲むことで、血管の組織や細胞が活性化して、結果あなたは新陳代謝を高めることができる、イコール痩せ体質になることができるんです。ダイエット効果4つ目はこちら、コレステロールを減らす働きが高いからなんですね。このお茶を飲みますと血液中のコレステロールを減らしてくれる効果があって、血液がサラサラになるんですね。そのことで体の隅々まで酸素や栄養が届きます。そうするとあなたは代謝を上げることができるんです。では今お伝えしましたダイエット効果の高いお茶、私もハマって毎日飲んでるんですけども、それはじゃあこちらです、よもぎ茶になります。でこのよもぎ茶ですね、さらに痩せる飲み方注意点ありますので聞いてください。まずノンカフェインですから安心してお子様やご年配の方も飲んでいただけますが、飲みすぎ注意、1日1杯程度までにしましょう。なぜか飲みすぎると下痢や腹痛を起こす方も中にはいらっしゃるからなんですね。で特にお薬を服用中の方はお薬の効果が変わることもありますので、必ずご担当の医師の先生にご相談してから飲み始めてくださいね。そして最後に選ぶポイントですけれども、必ず原材料名をチェックしていただいて、これもなんとよもぎ 100% かっこ国内産、これが大事です。明らかに余計な添加物が入っていたり味がついていたり、そういったのを選びますと逆効果です。
はい、ですから痩せるよもぎ茶の選び方のポイントは完全無添加の国内産でがおすすめになります。さあいかがだったでしょうか。今私もハマっているこのよもぎ茶ですね、1日1杯飲み続けてみてください。そしてホットでお願いしますね。今回のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際飲んでみてこんなになりましたというご感想などコメントいただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。